アメリカが凍結したレールガン開発に、日本が完成間近で、極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は、日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は、偽物とわかり、中国の極超音速も、怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3、パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M にキンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M にキンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M にキンジャールを、PAC-3、パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M にキンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力と言っても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が、低額で済むとされる。レールガンは、砲弾を、電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で、推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは、1800年代中盤と、かなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や、1939年からの第二次世界大戦時には、すでに、ドイツや日本といった国々で、レールガンの兵器としての開発が行われていたが、この頃の技術水準では、実用化はさとしたばなったのが、実態であった。レールガンの構造は、火砲における方針の代わりに、2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から、引いた電極を接続するのみという、簡易な機構で成立させることができる。この状態で、2本のレールに通電させると、砲弾は、電磁力によって、先端部分へと、電磁力によって、推進力を得る形となり、物理的には、非常に平易な構造で、砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高初速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、
砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から大電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を企図したが、19,991 年の旧ソ連崩壊に伴う、政界的な軍縮傾向の中で、下火となり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を打ち出すレールガンの試作に成功。2016年を目途に、水上戦闘艦に搭載する発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして、2020年までには、その開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみ、テストを行うことを期としていたが、この発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km という使用のレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも、新機軸の導入で、高コストが問題となり、わずか、3隻の建造で、打ち切りの浮き目にあった、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が、全く不可能であり、その実現には、新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそも、レールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題に、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に、射程距離で、レールガンの使用をはるかにしのぐ、1000km 超級の極超音速兵器が、世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が実用化を目指していた、水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離は、およそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、その有用性は薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によって、その課題を克服し、およそ 25kg 砲弾をマッハ7以上の速度で、射程距離約 250km まで高めていると、喧伝している。中国海軍では、自軍が開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした極
超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本における、レールガン開発は、口径 40mm の砲弾を、初速 2000km、秒以上で射出し、レール自体の耐久性は、120発以上を想定、最大で、約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は、通常の火砲と同様で、無論、誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べた PAC-3、パトリオットミサイルシステム等と併用して、極超音速兵器の迎撃の一環を担う、兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である、PAC-3、パトリオットミサイルシステム等のミサイル一発の単価は、少なくとも億の単位であるが、レールガンは、これが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは、間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが、敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御は、こうした兵器の再評価も必要かもしれない。出雲と加賀の大規模改修工事が進む中、 F-35B 戦闘機納入まであと少し。配備先は新田原基地となり、南西諸島強化が進む日本。今回は護衛艦ヒューガや伊勢になぜ注目が集まっているのかを詳しく深掘りしていきます。ドローン空母が自衛隊にも必須となりつつある現代、まさに次期空母は空を飛ぶ空母になるのではと考えるのは私だけですね。中国の国内景気は最悪で、世界の企業も撤退、中国は国内から崩壊していくし、日本の処理水問題は、ムカつく、海産物食べよ。海上自衛隊は、初の航空母艦の建造を計画し、2000年代に、ヘリ空母のヒューガ、ガタが登場した後、より大型の出雲、加賀というヘリ空母を進水させた。これらの艦船は海上自衛隊の顔となり、固定翼機を運用する能力を持つ空母として自衛隊の歴史に名を刻んだ。空母の改造は航空機との連携能力を向上させ、海自の対戦哨戒能力を大幅に強化した。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は海上自衛隊最大の艦船であり、F-35 ライトニング IIB 型を運用ができる。出雲型護衛艦の最大排水量は2万6千トン、11万2000馬力、速力は30ノットを超えるほか、SH-60 キロ回転翼機9機と MCH-101 回転翼機2機を搭載することも可能だ。帝国海軍の末裔である海上自衛隊は、早い段階から空母建造の構想を持っており、2000年代に、最初の全通甲板型護衛艦であり、事実上のヘリ空母であるヒューガ型が登場すると、より大型で、新鋭のヘリ空母出雲と加賀の2隻が建造された。そして、現在、出雲型は、イージス艦と並ぶ海上自衛隊の顔であり、海自最大の艦艇である。また、固定翼機を運用できる本格的な航空母艦に改装され、海自の歴史に、色濃い足跡を残している。そして、出雲型護衛艦の特徴は、真珠湾奇襲攻撃やミッドウェー海戦に参加した旧日本海軍の正規空母、青井竜を上回る 250M の巨大な船体であることだ。艦体の格納庫は最大14機収容可能で、整備機能も備えているため、海上浮遊型航空基地としても運用され、哨戒ヘリが常時飛行して、
周辺の警戒体制を作ることで、海上自衛隊の対潜哨戒能力の大幅な向上に貢献する。出雲は、同時に5機を駐機させることができ、高い対空戦闘能力を持つわけだが、大きな船体による機動力の制約から直接戦闘を想定しておらず、護衛を想定していることもあって、その運用能力は最低限の自衛機能に止まっている。その代わり、通信設備や戦闘指揮システムの拡充によって、指揮機能が見事に強化され、艦隊機関としての役割を十分に果たすことができるようになった。その他の特徴として、大型トラック50台、人員400人の輸送能力、汎用護衛艦3隻分の洋上補給能力、集中治療室や手術室を含む35床の病室など、他の艦艇では、不可能な幅広い機能を、艦の大きさをフルに活かして実現している。この装備により、出雲は離島防衛における小型強襲揚陸艦として、また、場合によっては、格納庫に野戦病院を設置できるため、小型病院船としても機能する。出雲は、海自発の航空母艦に改装されたが、収益前から、空母化の噂があり、特に、格納庫と飛行甲板を結ぶエレベーターが F-35B ステルス戦闘機を搭載できる大きさだったことから、様々な憶測を呼んだ。先に進水したヘリ空母、ヒューガは、軽空母を保有するための足がかりと見さされていたことから、まずはヘリ空母として建造し、国内世論や近隣諸国の反応を考慮しながら、およそ30年の耐用年数の範囲内でアップグレードするつもりだったのだろう。しかし、中国海軍の急速な軍事強化が目立ち、空母改造は当初の予定よりもかなり早く実施され、出雲の就役からわずか3年後の2018年、F-35B 搭載のためのアップグレードが決定された。そして、正式に空母となった後、出雲は、主に、次の4つの改造を受けた。1、F-35B 戦闘機が発する熱を考慮して、甲板の耐熱性を、強化に、夜間着艦に必要な誘導灯の設置3、台形の船首を長方形へと変更4、空母の運用に適したレイアウトにするため、艦内区画を変更。このように、漫画、空母息吹に登場するジャンプデッキは、ソナーのある艦首の重量が増すと、全体のバランスに影響するため、空母舵には設置されなかった。A 空母クイーンエリザベスでは、航空機の離陸を補助するためにジャンプデッキが使用されているが、その大きさが邪魔をして、駐機スペースが狭くなっている。米海軍のアメリカ級強襲揚陸艦が、出雲と、ほぼ同じ全長で艦首が長方形で、ジャンプ台は採用していないが、同じ F-35B を搭載していることを考えると、海上自衛隊は、同盟国であるアメリカから空母戦闘技術を学び、同国の揚陸艦を参考にしていると推測できる。出雲空母化の改修は、2025年までに完了する予定で、艦載機 F-35B は、2024年から、宮崎県の新田原基地に配備され、合計42機が調達される。F-35B の搭載機数については、単独では、最大15機まで搭載可能だが、戦闘機以外にも、哨戒ヘリなどを搭載する必要があり、実際には、任務に応じて、各艦の搭載機数は増減する。また、水平線の関係で、水上艦のレーダーでは、同型の艦船を探知することが難しいため、早期警戒機 AEW の支援が必要となる。そのため、米海軍の原子力空母には、固定翼の E2 警戒機が、イギリスのクイーン・エリザベスには、早期警戒ヘリコプターが搭載されている。しかし、出雲には AEW について言及されていないため、正確な役割は不明だが、次の3つの可能性が考えられる。1、陸上基地から運用される航空自衛隊の早期警戒管制機 AWACS に頼るに、英国空母に搭載されているような早期警戒ヘリコプターを、導入3、V-22 オスプレイの早期警戒型である EV-22 の導入。ちなみに、空母、息吹は艦載型 AEW を使用していないようで、先ほどの位置で述べたように航空自衛隊に依存しているようだが、現代戦の勝敗を分ける上長な早期警戒能力を提供するためには、やはり、
独自の AEW が必要不可欠である。残りの選択肢として、V22 オスプレイは、リズモで問題なく運用できるが、肝心の EV-22 は開発すら始まっていないため、現時点では、2番目の早期警戒ヘリコプターが、最も現実的な選択肢となる。F-35B を搭載した出雲型は、軽空母や護衛空母の仲間入りをし、南西諸島海域での航空戦力の展開や、有事の際の大東諸島から、小笠原諸島海域での防衛空白地帯において、重要な役割を果たすことになる。一方、海上自衛隊の悲願である初の空母は、運用面で言うと初の連続であり、中国海軍の空母、遼寧と同様、将来の次期空母建造に向けた技術蓄積のための練習空母でもある。大隅型空母以来、着実に空母保有への布石を打ってきた海上自衛隊は、空母、出雲や加賀の改善点を見出した上で、状況に応じて次期空母のプログラムを検討するに違いない。しかし、人員不足が深刻な海上自衛隊が、より成熟した空母を運用できるかは疑問であり、限られた人員と予算を有効に使うのであれば、潜水艦や多目的フリゲート艦の数を増やした方がいいだろう。いずれにしても、当面は、出雲型空母のノウハウが蓄積される中で、本格的な空母導入の是非を十分に議論すべきである。出雲、加賀は、今や、海上自衛隊のシンボルとされ、練習空母としての役割に加え、南シナ海やインド洋にローテーションで派遣され、日本のプレゼンスを示す外交的役割も担っている。戦後初の日本の空母として、南シナ海やインド洋を航行しながら、米国、豪州、インドと共同訓練を行う意義は計り知れず、中国を含む近隣地域への情報伝達という、他の護衛艦にはない役割を担っている。旧日本海軍の時代を受け継ぐ海上自衛隊にとって、空母の保有は長年の夢であり、2009年3月に就役したヒューガ型空母の登場は、その夢の実現に向けた重要な一歩であった。ヒューガ型は、出雲型よりも、やや小型で影に隠れがちな面もあるが、本格的な空母となれば、F-35B 戦闘機の数だけ、哨戒ヘリの搭載数が減るため、対潜哨戒能力という意味でのヒューガ型の存在感は、今後、ますます重要になるだろう。日英三国で次期戦闘機開発を進める中、最新動画が公開された。F-35 戦闘機を超えるのは当たり前だが、無人機や小型ドローンなども掌握できる機体になるでしょうね。2022年12月に、日本とイギリスとイタリアとの3カ国で、共同開発として行われる次期戦闘機の計画名は、グローバル・コンバット・エアー・プログラム、通称 GACP と明かされ、現在、本格的なフェーズへ入っている。2021年末には GACP という計画名称は未定だったが、すでに日本とイギリスとの間での機関部やアビオニクス類の協業関係は顕在化していた。その対象が戦闘機というケースは、太平洋戦争後の日本においてアメリカという唯一の軍事同盟国との協調を最大の前提としていたため、寿命の利とでも形容すべき分野であった。それがゆえに、
今後開発される次期戦闘機が代替する F2 戦闘機に関しても、ロッキード・マーチン社が擁する F-16 ファイティング・ファルコンを基軸にして開発を行った機体であり、同社の技術供与は揺るがないという見解が多数を占めていた。また、一部では F2 戦闘機で懸念される点として、ロッキード・マーチン社との共同開発が行われた原因と予想された機関部の純国産化に関して、IHI 社製の試作機 XF-9 が、2018年に防衛装備庁への納入を果たしたことから、念願の純国産化を支持する声も上がっていた。しかし、単なる宇宙に打ち上げるロケットではなく近い将来の戦争で使うような新型戦闘機を、今や、自国の技術のみで開発を遂行できるだけの基盤を確保することや、軽く見積もっても、超単位の開発費が想定されるため、このご時世で、日本が次期戦闘機開発を純国産化で成し遂げることに疑念を抱かれても仕方がない。そのため、現行の F2 戦闘機でも共同開発を行い、また、最新鋭の第5世代戦闘機 F3 ゴライトニングにも、日本は総数147機の調達を決定している状況から見ても、その売買権利を有するロッキード・マーチン社の主体的な参画は揺るがないだろうと見ていた。しかし、そのような推察を裏切るかのように、日本は F2 戦闘機の代替機を GACP にて調達する方向に切り替え、ロッキード・マーチン社は、それらに随伴する無人航空機等の分野への関与に止まるという流れになった。ここ近年の航空自衛隊で採用された戦闘機の編成を見返しても、F4 ファントム、F15 イーグルがアメリカ製の機体のライセンス生産、F2 戦闘機が日米共同開発、F3 ゴライトニング2に至っては、完成品の購入、および国内での最終組み立てという完全アメリカ依存の傾向は揺るがなかった。特に、第5世代戦闘機を西側諸国の市場で独占しているロッキード・マーチン社は、アメリカ空軍専用の F2 にラプター、NATO 同盟国やそれに近しい国々に F3 ゴライトニング2を供給して、その地位を盤石のものとしているようにも見えていた。アメリカ空軍の次世代戦闘機開発計画とされるニュー・ジェネレーション・エアー・ドミナンス、通称 NGAD も本格始動することがすでに打ち出されているが、ここでの開発主体も予想通り、ロッキード・マーチン社が優位性を発揮するだろう。ちなみに、GACP も NGAD も計画名から伺えるような戦闘機単体での開発は試行しておらず、それらの計画の中に、有人戦闘機の機体開発という内容は含まれているものの、合わせて、それらが完成して随伴させる無人航空機を含めた航空システムの構築を目的としており、あくまでも有人戦闘機はツールの一つという形に位置づけられている。そういった背景から、ロッキード・マーチン社も GACP における無人航空機分野に対する関与は継続する方針であると見られているのだ。一方で、日英遺産国による GACP の公式な進捗情報は、2022年末の共同開発の各国政府からの公表以来、2023年7月時点でも非常に少ない。一時期は GACP における日英遺産国の開発費用の安分比率が2:1になるのではないかという推論が、イギリスのロイター等で報じられたこともあったが、イタリア政府が即刻に否定していた。こういった中で、2023年6月13日に GACP 完成に向けた機関部開発に関しての情報を、イギリスで同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が30秒ほどの映像を YouTube 等で公開した。その映像の中で機関部の静止画像等はなく、 IHI 社が
防衛装備庁に納入した試作機である XF-9 とは別物であるようなものが映し出され、どちらかといえば BAE システムズ社が主体的に開発を進めているようにも感じた。また、BAE システムズ社は、機関部以外にも、搭乗者の緊急脱出装置や、2027年までに、実証機の製作を行うことを表明していたが、当時のタイミングで、あのような内容のアナウンスが、何を目的としているのかは、理解できません。ちなみに、GACP の構造を大まかに分けると、イギリスは、機体本体や全体の統括を、BAE システムズ社が請け負うほか、機関部をロールス・ロイス社、アビオニクス類を、レイナル UK社が、それぞれ担当する形となっている。そして、日本の場合は、機体本体や全体の統括を、三菱重工業社、機関部を、IHI 社、アビオニクス類を三菱電機社が担当することになっており、最後に、イタリアの場合は、機体本体や、全体の統括やアビオニクス類を、レオナルド社、機関部をアビオエアロ社が、それぞれ担当することが表明されている。GACP の大元ともいえるテンペスト計画においては、イギリス、イタリア、スウェーデンの参加で推進されていたところ、今後は、スウェーデンも、再び同グループに加わる、可能性も浮上している。そもそも、元々のテンペスト計画と同様に、GACP も次世代戦闘機本体の開発も包括していることから、それは、要するに、第6世代戦闘機の開発を目指すプロジェクトであるとの認識も多いとの見方があった。しかし、日本の次世代戦闘機開発に対する技術供与のボス的存在でもあるロッキード・マーチン社がこんなにもあっさりと身を引いた理由の一つに、それらのプロダクトがアメリカ側の志向する第6世代戦闘機の資質を備えていないと判断されたためとも指摘されている。こういった第00世代という区分そのものが実際に生産された機体の特性を鑑みて、後付けで分類する性格のものであることは、誰もが認める事実であり、そもそも、第6世代戦闘機の要件は、さらに高度な機体自体のステルス性、随伴駆無人航空機の完成、高度なネットワーク化などが挙げられている。ただし、これらの要件自体も、第5世代戦闘機の F-35 ライトニング2でさえも、今後のアップデート次第で、十分にカバーすることが可能な能力とも思えるため、あながち、アメリカ側が、GACP を、次世代のものと見ささないという見解も的外れではないのかも、しれませんね。それにしても、第4世代戦闘機の先陣として、アメリカが開発した、F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンの最新型が、限定的な、ステルス性能や飛躍的に強化された、アビオニクス類の装備で、第 4.5 世代という評価を受けている事実は、示唆的に思えて仕方がない。これすなわち、GACP の中でも、F-35 ライトニング2の生産に、大きな関与を果たした BAE システムズ社が、主体的な役割を担うことで、少なくとも、それを 5.5 世代相当の機体に仕上げる可能性は、間違いなく高いと、誰もが思うことだろう。それが本当に実現されたならば、今の F-35 ライトニング2では困難とされていた、日本やイギリス、イタリアが、自由に、自国の必要性と照らし合わせて、回収を行う自由度が増すため、実際に、最終形態で、次世代戦闘機となる機体に関しては、再度、アメリカからの調達も、今後検討する余地を残せばいいのではないでしょうか。
日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうです。では、どこがそんなにすごいのでしょう？見ていきたいと思います。日本初、画期的な駆動システムが生まれ、世界が仰天したことなんだよね。最終形態が一番厄介なのは、どんな世界でも同じです。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海自の最新鋭潜水艦を追う、竜の引き渡し式が行われました。この追う竜は、そう、竜型潜水艦の11番艦で、母港は広島の五基地です。日本の広大な領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。ここといえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅に、では、あの大和の勇士が呉港に浮かぶシーンもありました。余談ですが、太平洋戦争末期、アメリカは原爆を呉に落としたかったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだとか、軍港である呉を狙ったというのは当然とも思えますね。さて、その追う竜のデータを紹介します。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84M、幅 9.1M とされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数の大型と言われるほどの仕様になっているのです。そう。竜型潜水艦は、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと、鉛製の蓄電池を併用した、推進方式を採用していました。しかし、11番艦を追う、流派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したので、かなり大きく変更したということになります。ここで気になるのが追う竜の速力ですね。公表された値は、水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と、大した違いがないことに気がついた方もいらっしゃるでしょう。ここで再確認したいと思います。そもそも現在の潜水艦という兵器の位置づけが、最重要軍事機密に該当することは、言うまでもありません。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されてしまうような、正確な数値を公表するわけありませんよね。わざと、従来艦と違いのない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦追う竜だけでなく、従来の、そう、竜型についても、連続潜航可能時間や最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は極秘事項として一切開示されていません。まさに厳重機密扱いということがお分かりでしょう。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではありません。世界的にも同じ傾向です。なので、追う竜の公表値水中速力は20ノットですが、これは、実際の可能速度とは、全然違うのではないかと推測する人も大勢いるそうです。まあ、当然といえば当然ですね。データ秘匿の理由は、水中速度と連続潜航可能時間が明らかになれば、当該潜水艦の行動可能範囲が、他国に把握されてしまう。危険性があるからです。人の目に触れず、隠密行動を行う潜水艦にとって、活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき、情報と言えるでしょう。実は、原子力推進型潜水艦ですと、機関部分だけを考えれば、
理論上、ほぼ無限に連続航行できるということが、はっきりしています。また、原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識ですね。ですから、源泉は通常型とは逆に隠す必要がないのです。というか、隠してもバレバレと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には源泉であっても、それを動かす人間、潜水艦乗組員は、艦内で生活しているわけですから、彼らのための食料など物資の補給は必要です。狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていく人間のメンタリティの課題など様々あるでしょう。つまり、源泉自体はストップしなくても、中にいる人間にとっては、源泉での長期にわたる生活は困難が伴うものではないでしょうか。話を追う流に戻しますね。鉛蓄電池と比べると、出力が大きいリチウムイオン電池を採用していますから、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは思えません。瞬間的なパワーは、原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦には、確かに長所が多いようです。それを考えると、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦が、すべて、源泉である、国々が、軍事力で、優位に立てることは明らかです。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの、手間や予算を考えなければ、原子力推進型は一番パワーがあり、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われますから、無敵ですよね。例えがちょっと飛躍しますが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる使徒が体内に持っている、永久機関のようなものと思われます。つまり、無限に近いエネルギーを発生させることができる仕組みと考えていいでしょう。永久機関は昔から作りたいとか、作られたが壊されたなどいろいろと言われてきましたが、はっきり発明されてはいないようですね。昨今は、この言葉もあまり見なくなりましたが、人類は永遠はないと考え、永久機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型、通常動力型であるかに関係なく、潜水艦の性能のポイントとなるのは最大潜航深度です。どれほど深く潜れるかによって、敵の各種ソナーの捕捉から逃れられる可能性が高くなるのです。言うまでもなく、膨大な海中全域を、一度に索敵することは非常に困難です。潜航深度に対応したソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置を敵に知られることなく、敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味しています。要するに、敵のソナーより深く潜れば有利ですよね。つまり、敵より深い位置にいれば、下から敵を攻撃できるというわけです。実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと思えば、自分たちに危険が迫るわけですから、水上艦艇の行動はかなり制限されるはずです。つまり、敵の捜索行動を牽制する力があるのは言うまでもありません。欧流派船体に使われている素材の強度から約 600M 以上の深度まで潜航可能ではないかとも見られています。それが事実ならば、中国海軍潜水艦の深度が約 300M ですから、かなり優位とも言えます。しかし、舞台となるのは、水深の深い太平洋ではなく、
水深が浅い東シナ海や南シナ海です。ここを中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、毛流ではオーバースペックではないかという指摘も聞こえてくるそうです。簡単に言うと、ここに毛流を出すのはもったいないということでしょうか。獅子はウサギを兵すにも全力を出すという言葉もありますが、強力な兵器を惜しんで時節を逃しては元も子もないと思えるのですが、太平洋戦争末期の戦艦ヤマトを思い出すのは筆者だけでしょうか。潜水艦のキーポイントである潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあります。それが静粛性です。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が当然有利ですよね。毛流は原子力推進型より構造的に優れている部分を極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったそうです。毛流の静粛性については、中国潜水艦浮上事件が証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上するということがありました。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が、なぜ浮上したのか、大騒ぎになりましたが、真相は空自、海自が執拗に追跡したので、毛流から逃げられないと判断して、仕方なく浮上したと推測されています。要するに、追跡されるまで気がつかなかったということですから、毛流の静粛性の凄さの証明ということでしょう。中国海軍の原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、毛流は世界最高水準の潜水艦といっても間違いはないでしょう。政府はトマホーク購入を決定しました。いよいよ自衛隊でも運用が始まるようです。今回は潜水艦でのトマホーク運用方法について考察していきたいと思います。2020年令和2年12月18日、政府閣議でスタンドオフ防衛能力の強化が決定されました。一認識地対艦誘導弾をさらに長射程化し、多様なプラットフォーム、地発型、艦発型、空発型からの発射能力を加えた一認識地対艦誘導弾能力向上型の開発を決定したのです。この一認識地対艦誘導弾能力向上型は、現在陸自が運用している地対艦誘導ミサイルである、一認識地対艦誘導弾の射程を、約 200km から、900km に、約 4.5 倍も延伸、最終的には、1500km まで延伸したものとみられています。この巡航ミサイルには、長射程を実現するため、大型の展開型主翼を持ち、ジェットエンジンの作動領域の拡大、敵レーダーに発見されることを防ぐ RCS 低減のための、多媒体形状のエッジ処理、
人工衛星を経由した対地上装置との間のデータリンク機能、マルチプラットフォーム化などの技術が施されることになっています。日本政府は、2024年度中には、地上発射型のミサイル配備を開始するようです。2022年、令和4年、12月16日、日本政府は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画という、いわゆる戦略3文書を採択しました。防衛費の大幅増額を含め、戦後の日本外交、安全保障、防衛政策を大きく転換することにしたのです。また、同じく、12月16日に、防衛力整備計画も閣議決定されました。ここでは、人認識地対艦誘導弾能力向上型、地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型の開発、施策を実施、継続することや、発射プラットフォームをさらに多様化すること、スタンドオフミサイルの運用能力を向上させるため、潜水艦に搭載可能な垂直ミサイル発射システム、VLS、輸送機搭載システム等を開発、整備することを明記したのです。また、陸自、海自それぞれに目標が設定されました。陸上自衛隊は、人認識地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持すること。海上自衛隊は、護衛艦に、人認識地対艦誘導弾能力向上型などのスタンドオフミサイルを搭載。また、水中優勢獲得のための能力強化策として、潜水艦に、垂直ミサイル発射システム、VLS などを搭載した上で、スタンドオフミサイルを搭載できる。垂直発射型ミサイル搭載潜水艦の取得を目指し、開発することも明記されているのです。防衛装備庁ではこれらに対応するため、スタンドオフミサイルの水中発射技術、海面離脱、及び飛翔技術などの技術的課題を解決するため、2026年度、令和8年度から、2027年度、令和9年度までに各種試験を実施し、ミサイルの性能を確認する予定としています。最終的には、潜水艦発射型誘導弾装備を、2028年、令和10年から建造される潜水艦に搭載する予定だったようです。事実、防衛装備庁は、2023年3月13日、潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する、技術検討業務を公告し、技術検討を担当する企業を募りました。つまり入札ですね。この技術検討とは、名前の通り、潜水艦の船体から垂直に巡航ミサイルを発射することを視野に入れた検討の一環とみられ、広告文には、国産潜水艦に適合する VLS、垂直発射システムの設計、製造にかかる技術課題、課題解明のプロセス等の検討と表記されています。近い将来、海上自衛隊においては、VLS、垂直発射システムを搭載した潜水艦が実現する可能性を示唆しているようです。改めて説明します。潜水艦から発射される巡航ミサイルには、魚雷発射艦から発射するタイプと、VLS から発射するタイプの2種類があります。魚雷発射艦から発射する巡航ミサイルの場合、艦内の弾庫スペースが限られている潜水艦では、搭載可能なミサイル数や魚雷数が小なるというデメリットがあるのです。その点、VLS から発射可能なミサイルを装備した潜水艦では、巡航ミサイルを数多く搭載できますし、短時間での連続発射が可能になって、飽和攻撃時に有利になるといったメリットがあるのです。その一方、VLS を数多く搭載するためには、大きな船体が必要になりますし、加えて、射撃管制システムが複雑になるというデメリットもあるのです。VLS を搭載している潜水艦は、アメリカ海軍の原子力潜水艦など、
世界の戦略ミサイル原子力潜水艦に見られます。韓国の通常動力型潜水艦鳥山安正弘級にも搭載されています。しかし、海上自衛隊においては、2023年現在、保有はしていません。潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務の中で、どのような形でミサイルの水中発射を研究していくかが話題になっているようです。2022年10月29日の読売新聞の記事には、政府は長射程ミサイルが発射可能な潜水艦の保有を目指し、技術的課題を検証する実験潜水艦を新造する方向で調整に入ったとあります。しかし、それでは時間がかかりすぎるという課題があります。だったら、現在保有している潜水艦で試験を実施すべきではないかという意見があるのです。2023年現在、海自の最新鋭潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップレベルの静粛性と潜航能力を誇る対鯨型で、1番艦対鯨と2番艦は区鯨が就役していますが、ネームシップである1番艦対鯨派当初建造中から、試験潜水艦として、種別変更されることになっていました。今までは、就役中の潜水艦に、新しい装備を搭載する場合、持ち回りで試験を担当していたのですが、稼働日数が減るので、任務の割り振りが難しくなっていくという問題が発生しました。そこで、試験日数を短縮させるという狙いもあるそうです。そのため、この対鯨に VLS を搭載して試験することで、より早く試験ができるのではないかという意見があるのですが、やはり、いくつかの問題は指摘されています。現時点では、対鯨は、横須賀基地の第2潜水隊群第4潜水隊に所属しています。もちろん、試験潜水艦に種別変更されていないので、対鯨で、VLS の試験が実施される可能性は低いでしょう。また、12式地対艦誘導弾の全長は 5M で、アメリカ製の艦対地巡航ミサイルトマホークなら、長さ 6.25M ですが、トマホークよりも、射程が長い12式地対艦誘導弾能力向上型では、全長が 7M から 8M にもなる可能性があるのです。対鯨型の喫水は 10M なので、もう、一回り艦隊を大きくする必要が出てきます。また、VLS を搭載するには、艦内区画を大きく変更する必要がありますが、潜航時には、強度が命となる潜水艦で、途中から VLS を搭載するのは危険なので、潜水艦関係の専門家からは、最初から、搭載を前提として、新たに設計すべきとされているようです。また、VLS では、内径が一定なので、搭載できるミサイルが制限されることになってしまいます。昨今のミサイルの発展を考慮すると、あらゆる種類のミサイルに対応可能な発射システムにしておくことが、後々有利になることは、想像がつきますよね。そこで、アメリカ海軍のバージニア級攻撃型原子力潜水艦のブロック5に、VLS に代わって、並走モジュール VPM、バージニア、ペイロード、モジュールを搭載するべきという声が上がってきました。固定式の VLS ではなく、バージニア級原潜ブロック3以降から採用されたバージニアペイロードチューブ VPT あるいはブロック V 以降での採用が始まった新しいバージニアペイロードモジュール VPM のようなモジュールチューブ方式を採用するということです。そうしておけば VLS のサイズに制約を受けることなく新型ミサイル開発を進めることができるはずです。
しかも、特殊部隊の出撃、回収に必要なエアロックや水中機材を保管するための格納庫としても活用できますし、最近注目を集めているブラックウィングなどの水中から発射できるドローン航空機を導入することになったとしても、対応は可能になると思われます。VPT は直径 2.2M のミサイル発射管に複数のミサイルを収納可能な間 MAC を挿入したシステムで、 MAC には6本の発射管があり、それぞれトマホークが装填可能です。トマホーク以外のサイズの異なるミサイルを搭載する場合は MAC ごと入れ替えることになります。また VPM はVPT を4本直列配置したモジュールで、VPM 用の MAC には、トマホークを7発挿入できるので、4×7 で、合計28発が装填可能とされています。これらは、バージニア級から、トライデント用の VLS を回収して搭載されたため、その名前に、バージニアと冠されているのです。前世の名前を継続して使用しているということですね。以上、前述の通り、日本の潜水艦から長射程巡航ミサイルを垂直発射するのであれば、時間がかかるとしても、これらを搭載した新型潜水艦を設計することが得策と見られています。